明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あんまつける機会がないんで。難しいやつですね。難しいやつですかこれ。難しいやつですよね。高校の時からこれです。あ、そうですか。僕は。高校から結んでるんで。ファスナー。インチキのやつが。そう、インチキネクタイ。取れるかな。で、つけるもう入ってますか、みんな。ぼちぼちです。で、ちょっと、トイレ、トイレ。オッケー、完璧。あ、もうこれ来た。乗りますよね、YouTube。出る、出る。え？緊張します。緊張してます。 YouTube 中学の乗ってください。中学の友達です。保育園から行ったらしい。幼馴染的な。そう、まあそうです。お名前聞いていいですか。はい、山口です。あ、山口さん、はい、よろしくお願いします。いつ出ますか YouTube これ。どう、結構もうすぐ数日後に。もうみんな座ってる。拝見します。そのスーツは新調したとかあります。あ、そうです。あ、水準式用に。あ、なるほど。なんかどうですか、ちょっとこれポイントっす。あ、お、すごくないですか。すごこだわり。いや、まあちょっとまあ結構落ち着いてるじゃないですか、外が。だから裏地は明るくいこうって。ちょっともう一回いいですか。もう一回いい。あ、こっちの、あ、こっち。オーダーですか。オーダーです。すごい。確かに着てるだけだと分かんない。分かんないですよね。うちにちょっと。なるほど。何の柄か分かんないですけど。カタツムリ。うん。カタツムリ。ね、ボール？カタツムリ。かわいいですね。いいですよね。いいですよ。慎重してたわけですね。はい。Thank you.
お願いします。成人式を終えて今のお気持ちいかがですか？まあ、久しぶりに中学の友達と会ったんで、はい、懐かしい感じです。お友達とはどういった話をされましたか？でも久しぶり的な、なんかあんまりその長い時間喋れてないんで、はい、まあ、そういう感じです。本当に大人になったなという実感というのはいかがですか？まあ、やっぱり二十歳なんで、そのまあ、自覚を持って、まあ、今までもしっかりとやってきたつもりですけど、まあ、より一層、はい、責任を持って行動したいと思います。今日のこの成人式のためにスーツを用意されたとか、そういったことはありますか？あ、準備しました、はい、この成人式のために、はい、オーダー、はい、何かこだわったところとかありますか？裏地です。ちょっと見せていただいて見えます？どんな柄を感じ、いや、わかんないんですけど、なんか可愛かったんで、はい、これにしました。可愛くカラフルにした。本当にあの、もう二十歳ということでお酒とかも飲んでもいいとは、はい、普段お酒飲んだりしてるんですか？いや、全然飲まないです。弱いんです？弱いです。じゃあ、あんまり、まあ、コロナもあるし、あんまりみんなで飲むっていう機会はないですね。はい、ないです。じゃあ、この成人式で久しぶりに会ったお友達とあのまた飲む機会っていうのもありそうですか？予定はないですけど、はい、機会があれば。今あの、この二十歳になって新しく始めたいって思っていることなどありますか？新しく始めたいことですか？特にないですね。なんか例えば一人暮らしがしたいなとか、ちょっとあの趣味やってみたいこととか、そういったこともないですか？一人暮らしでも量がいいんで、まあ、食事がやっぱり大変になると思うんですよね、一人になると。で、今寮の生活はすごいいいと思ってるし、なんでそうですね、まあ、引き続き野球頑張ります。まあ、さっきもちょっと言いましたけど、やっぱり大人としてしっかり自覚を持って、はい、行動したいなと思います。ではちょっと野球の方に話を移したいと思うんですが、今自主トレ期間ということで、はい、どういった課題を持って取り組まれていますか？まあ、秋のキャンプで、のりさん、森野さん、立浪さんに指導していただいたことを、まあ、1ヶ月間しかなかったので、12月1月でそれを教えてもらったことを自分のものにするために、はい、意識することは秋のキャンプから変わらずやってます。具体的にどういうことを意識してやってるんでしょうか？バッティングで、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、腕の使い方だったり下半身の使い方だったりっていうのを意識してやってますね。本当にもう来月から沖縄キャンプが始まりますが、そのキャンプに向けての意気込みというのを教えてください。まずキャンプに向けてしっかりと準備をするということと、キャンプでは、まあ、怪我がなく、まあ、1年目2年目すごい悔しい思いしたので、まず怪我せずにずっと一軍でやり続けられるように、はい、しっかりやりたいと思います。じゃあ本当にちょっと今のご質問かぶってしまうかもしれ
っていうのを教えてください。まあ、まずは怪我せずにやることと、一軍でしっかり成績を残す、試合に出続けるっていうのを、はい、目標にやりたいと思います。何か具体的に数字とかで目標にしていることとかありますか？数字か、数字は、まあ、秋のキャンプの時にはのりさんが8本3年目で打ったみたいなで8本って言ってましたけど、のりさんがその2倍3倍打ってもらわないとって言ってたんで、まあそんだけ打てれば合格かなと思います。じゃあその数字もそうですし、のりさんに負けたくないっていうお気持ちもあるということで、はい、負けないように頑張ります。はい、じゃあこっち見てね、行きまーす、行きまーす、はーい、はい、ありがとうございました。はい、高谷さんと幼馴染というかだと思うんですけど、はい、なんかどんな存在ですか？あ、ずっと近い中でもあるんですけど、気づいたらちょっと遠い存在じゃないですけど高校になった瞬間はもうなんかよく、まあ、あと優しいんですけど、やっぱりちょっとこっちも話しかけていいのか分かんない感じはしましたね。そうですか、変わんないですか？そうですね、身長が伸びただけで性格とか変わってないので、もう今まで通り今日も久しぶりに会えたので良かったです。自覚を持つです。そう書かれた理由を教えてください。はい、もう20歳なので、しっかり大人の自覚を持って行動していろんなことにチャレンジしたいと思います。はい、赤木君、はい、お願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、誕生日は前に迎えられてたと思うんですけど、改めて成人ということで、はい、今どういう気持ちですか？なんか特に変わったことないですけどまあ20歳になったんで、やっぱり大人になりたいと思います。子供の頃こう20歳成人ってどういうイメージ持ってました？考えたことなかったですけど、まあ、なんかテレビとかですごいなんか、まあ、女の人だったらああいう綺麗な格好して出てるじゃないですか、まあ、そういうの見てわすごいなとか思ってましたけど、まさか自分がもうその年になったなと思うとなんか早いなって思います。20歳の時の自分のイメージ、こう描いてた夢とかで今ってどうですか、比べて？まあ、ちっちゃい頃は本当プロ野球選手になりたいっていう夢だったので、まあ、それは叶ってるんですけどプロに入ってからやっぱり怪我が多くて、やっぱそれはちょっと自分の予想外というかなところはあったんですけど、やっぱりそれマイナスに考えててもしょうがないんで、はい、それしかプラスに捉えて、はい、まあ、20歳の今年はバチッとやってやりたいと思います。高卒3年目の中村典コーチの数字もだと思うんですけど、会見では立浪監督の数字何ですか？打率3割超えていてホームラン11本、打点45、どうですか？おー、すごいですね頑張ります。超えていくという、はい、わかりました。最後に YouTube 見ているファンの皆さんに成人の誓いを。成人の誓い誓い成人の誓い、まあ20歳になったんでしっかりと大人の自覚を持ってプライベートというか私生活もしっかりしたいと思いますし、今年は
野球の方でもしっかりと結果残してやりたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。お願いします。なお飲酒された方は入場できません。席は一席ずつ間隔を空けていただくため紐で縛られていない席にお座りいただきます。式典が始まってからの席の移動はご遠慮ください。女性は着席時にファーを外すようにしてください。